大志密立ては、新朝の後継者指名の方式、秘密律著とも言う。皇帝が生前に公式に後継者を指名せず、継承者の名前を書いた直書を印で封印した後で、至近城の完成宮の正面に掲げられた、盛大功名と書かれた額の裏に置き、皇帝の崩御後、囚人立ち合いのもとでこれを開き後継者を決めるという、方式である。 皇帝は公開されない後継者を何度も変更することが可能であった。第五代皇帝要請帝が定めた。要請帝は男子三十五人のうちの四男であったが、父皇帝が臨終の時に自身の手のひらに四と書くことで後継者に指名した。この時に実は十四と書いてあったのを指を曲げて十を隠したとか舐めて消した十の字をうと書き換えた。 という噂が流れた。また、皇期帝がそれ以前に定めた皇太子は地位に安住して収容を怠り派閥を作るなどの弊害をもたらして配位されていた。これらのことから過根を断つために太子密つ立の方が考え出された。この方法により、新代には比較的に安愚な皇帝が出なかったと言われている。太子密立てによって初めて即位した皇帝は天竜帝。 この制度の利点としては、巫女たちが皇太子に指名されるように常に努力し、王朝の二代目、三代目に多い、いわゆるお坊ちゃん皇帝が出にくいことと、進化が皇帝派と皇太子派に分かれて、派閥争いをする事態を未然に防げることである。また、皇太子を秘密裏にすら決めない場合につきまとった、皇帝が後継者を決めないまま休止した場合や、 皇帝が老齢で先が長くないと見られた場合に、後継者争いが頻発するという弊害も避けることができた。これにより、皇帝の先制君主としての地位の確立につながった。理論的には、優れた制度だが、実際には潜在的な欠点があったと指摘されている。この制度が有効に機能するためには、巫女の間に実力差が存在することが前提である。だが、 巫女たちの資質や年齢が白中しており、万人が納得するほどの差がない場合は、むしろ長きにわたって、後位継承者候補と目された巫女たちの間で、競争が行われることで、緊張と圧力が生じる。その結果、勝った巫女と負けた巫女の双方に、心の傷、感情的なわだかまりが生じた。好位継承に負けた側のミコに何ら罪はなく、むしろ有能な人材として、 国政を担う立場にならざるを得ず、君臣の間に亀裂が生じ、国政の過婚となる危険性があった。実際、第8代皇帝同皇帝は、自分の後継者を四男にするか、六男にするかで、非常に悩んだとされる。そして、もともとは、仲の良かった四男と六男だったが、皇位継承競争の後は、両者の間に、 長らく感情的なしこりが残り、それが国政の混乱に拍車をかけたとされている。ありがとうございます。